最大9連休の2023年シルバーウィーク、いかがお過ごしでしょうか。こんばんは、小室ゆりの夜サプリ。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、今週も30分間お付き合いください。ここからのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、男女コミュニケーション心理師、小室ゆりです。よろしくお願いします。この番組はあなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本メーカーいきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社占い癒し処八雲庵、琉球食系ゴルファーズプロファイリング提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りしております。ということで、最大9連休いかがお過ごしでしょうか。9連休あったらどこ行きましょうかね。どこ行きますか。この番組どこで聞いてくださっているでしょうか。ちなみに小室ゆりは、まあ、大体毎年この9連休は地元だった綾瀬市に戻ってますね。出身の綾瀬市に戻ってます。何しに戻ってるのかっていうと、この時期ね、割と多くの神社さんで例大祭、秋のお祭りやってると思うんですよ。それのお手伝いに行ってます。子供の頃からこう神社さんについているお囃子をやっていることもあって、そうですね、子供たちに教える側に回ってもう二十数年になる。教えるって言ってもそんな大したこと教えてないんですけど、あの年に数回戻って、なんか知らない姉ちゃんが来た、なんか知らない姉ちゃんだけど妙に上手い人がいるみたいな、まあ、そんなんでこの時期は必ず綾瀬市の方に戻って、一日自分の生まれた町を練り歩いて太鼓を叩いたり笛を吹いたり、または獅子舞もやるんで、獅子舞やったりひょっとこ踊りをやったりっていうので、これも一つの、ね、地域貢献なんじゃないかななんて最近は思うようになりましたね。でこの年になると、こう私がその過ごしてた綾瀬市っていうのを一旦こう離れるんですよね。地域を離れて、例えば東京に行ったりとか、結婚を機に違う土地に住んだりとか、でそれがある一定の期間を経て戻ってくる、鮭がこう川に戻ってくるみたいな感じなのかもしれないですけど、戻ってくるんです。でそういう戻ってきた子たちがまたそこでネットワーキングを始まるんですよ。私もそのネットワーキングの中に入ってたりとかして、あ久しぶり、何年ぶりとかいう同級生の集まりがあったりとか、同級生の周りに今度外から綾瀬市に土地を買ったりお家を建てたりお部屋を借りたりで住んでる方たちのネットワークっていうのもあって、そこにまた私が入らせてもらったりとかしてて、新しいこう、ね、人脈というか新しい地元の輪っていうのもできてたりとかして、それもそれでね、また面白いなって思いながら、でそこに獅子舞ができる姉さん、おひょっとこ踊りができる姉さん、笛がうまい姉さんみたいな、プラスアルファの向かを背負ってその新しい輪に入っていくので、あああの人ねみたいな感じでウェルカムで迎え入れてくださるので、すごくね入り方が楽なんですまさかね、ラジオ番組でFM 大和でねこんな話をしてるなんてまさか思ってもいないですよね、きっとね。その誰か一人が聞いててくださったらめちゃめちゃ嬉しいなと思います。はい、2023年の9連休、この番組を聞いてくださっているそこのあなたはどんな過ごし方をされているんでしょうか。
ぜひメッセージでお聞きできたらと思います。それでは今週のコーナー紹介参ります。今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントはサプリなお客様、素敵なゲストをお迎えしております。今週はですね、名古屋でこの10月から活動を始める男性セラピストの方をゲストにお招きしました。何のセラピストか、ここ数年爆発的人気をブームになっております女性用風俗、ここで女性に性的快楽を与える側に回られた男性の方、ゆずきさんお迎えしております。なかなかね、この男性セラピストさんで実際にお声を聞かせてくださる方ってまだまだ多くないので、非常に貴重なお話聞けると思います。楽しみにしていてください。そして全国で占い講座が大人気です。占い癒し処やくも庵オーナー萩原やくも先生の週末の占いも健在ですよ。今週のテーマ、秋の連休にしたいこと、はい、秋の連休何がしたいか、まだまだ後半残ってますからね、参考にしてください。番組では皆さんからのメール募集しております。番組への感想、リクエスト、教えてゆり先生のお悩み相談、連休にしてること、したいことをお待ちしております。メールアドレスは info@friendvillage-c.com、 インフォメーションの info、 友達のフレンド、里のビレッジ -c.com、 こちらまでお送りください。メッセージお送りいただいた方の中から毎月1名様に七尾庵のいきなり団子をプレゼントしております。メッセージには必ずご住所、お名前、お電話番号、名義の上送信してください。たくさんの応援メッセージお待ちしております。サプリなお客様、今週のサプリなお客様、素敵なゲストが来てくださっております。男性セラピスト、ゆずきさんに今夜はお越しいただきました。ゆずきさん、こんばんは。よろしくお願いします。こんばんは。よろしくお願いします。お願いいたします。ということで、今ご紹介させていただいた男性セラピスト。なかなかこう、職業としては知っていたとしても、こう目の前でよろしくお願いしますっていうの私も初めてでして。自己紹介をお願いしてもよろしいですか？はい、ありがとうございます。ご紹介いただきました、ゆずきと申します。名古屋の、店名は伏せますが、ある女性向け、風俗店でセラピストとして勤務しております。はい、ありがとうございます。リスナーさんも多分ね、って思ってると思うんです。この番組いろんなゲストが来てくださっているんですけれども、男性セラピストは初めてです。なぜこの男性セラピストっていう道を選ばれたんですか？すごい興味深いです。そうですね、もともと20歳ぐらいの時に5年ほどいわゆる、男性がお客さんの風俗店にスタッフとして勤務していた経験がありまして、はい、その経験を活かせる業界、一番活かせる業界ってどこかなって思った時に、最近よく耳にする女性向けの風俗、うん、で、経営側ではなくキャストとして直接サービスを提供する側として、うん、女性に尽くしたいなという気持ちがあり選びました。こう5年間ボーイさんとしての経験があったにしても、やっぱりじゃあはいと言ってすぐにこう決断できるお仕事でもないのかなって、ごめんなさい、私なんか思っちゃうんですけど、うん、そこに至る経緯に何かあったりとかされたんですか？その目指したいなと思った時に、タイミング近いんですけれど、私事ですけど離婚をいたしまして、はいはい、2年一緒に過ごしていた妻とお別れをしたんですけれども、
その後普通に過ごしている時にちょっと自分の中にセクシャリティ的にというか変化があることに、気づきまして、うん、その例えば性転換をしたいとかそういった意味合いではなくて、自分の外見だったり所作だったり、女性的な部分にすごく魅力を感じるようになって、うん、外見とかを女性に近づけたいなとか、女性みたいに美しくなりたいなっていうふうに、ん、思う人間だったんだっていうふうに気づいたタイミングがあったんですね。はい、はい、で恋愛対象はもちろん女性なんですけれど、うん、それと同時に業界で働いていた時もその芯の強いというか、体を酷使して働かれてるその女性の姿を間近で見ることで、あ、今度は僕が逆にお返しというか尽くす側に回りたいなっていうちょっと強い思いがあって、うん、その2点でこの女性向け風俗というサービスに足を踏み入れることを決意できたみたいな、うんうん、そんな流れですね。うん、この男性セラピストの職に就くことをどなたかに相談とかされたんですか？あ、もちろんしましたね。どなたにされたんですか？聞いていいですか？さすがに親族というか妹がいるんですけど、妹だったり母親だったりとかにはなかなか相談できない内容だったので、はい、よく週一で顔を合わす経営者さんだったりだとか、あとは、うん、今はまだ、会社に勤務しているサラリーマンの身なので会社の社長に相談したりとか、そういうなんか人生の先輩方にどう思いますっていうご相談をさせてもらったことはありますね。うんうん、これね、聞いてくださってるリスナーさん、今ゆずきさんどんな方なんだろうって思われてると思うんですけれども、ゆずきさん実はまだまだご年齢がお若くでいらっしゃるんですよね。今は28でもうすぐ29歳になりますね。うん、そりゃあ人生の先輩いっぱいいるでしょうね。もう周りの経営者さんは大体僕より年上なので。そうですよね。もううってつけの相談相手でしたね。その人生の先輩方は何ておっしゃってたんですか？いや、すごく寛容で、やめとけっていう方の方が本当に少ない、1人2人くらいで。僕は電気工事の仕事を今しているので、はい、まだまだ浸透しきっていない女性向けのセラピストと比べると、うん、先も安定しているだろうと、それを捨ててまでやる意味はあるのかっていうふうに言われる、同業というか同じ建築系の祖先輩方はいらっしゃいましたけれど、ほとんどがやっぱり新しいことに挑戦するっていうところをすごく称賛してくださって、はい、で時代の流れもあるんでしょうけれど、最近よく聞くよねとか、面白いと思う、頑張ってねっていう前向きな応援のメッセージをいただくことが多かったです。いや、なんかそれ聞いてると、じゃあAV 出ますっていうのとはまたちょっと違う感覚で皆さん捉えていらっしゃるのかななんて思ってしまったりしたんですけどね。うん、確かに。ちなみに、今もう活動はされておられるんですか？プロフィールページもあって入店も済んではいるんですけれど、まだ私がその電気工事店でまだ席置いてるものですから、出勤はまだ出せていない状況ですね。具体的に男性セラピストのセラピーって、私セラピー受けたことがないので分かんないんですけど、はい、どんなセラピーがあるんですか？お店ごとに特徴があるみたいなんですけれど、僕が所属しているお店は指圧のマッサージから入って、うん、シャワーを浴びた後に、うん、で、体をほぐした後に、ベビーパウダーを使って、行う、いわゆるパウダーマッサージっていうもので、うん、いわゆるそれが性感マッサージに区分けされるんですね。うんうん、
お店によってはオイルを使ったマッサージだったりとか、うん、そういうサービスを提供されてるお店もあるんですけれど、僕のところはあのパウダー粉を使って、うん、体の表面をサワサワするっていう表現になりますけれど、うんうん、それで、感度を高めて、うん、でその後、アイブに入るというような流れですね。こういろんな女性向け風俗の情報って今たくさん拾えるじゃないですか、はい、オーガズムを感じられる感じられないの、その女性からしたところのキーポイントがやっぱりそのお相手のセラピストさんに好意を求め持てるかとか受け入れられるかっていうところがやっぱ重要なのかなって思うんですけど、ゆずきさんはどんなところに気をつけようと思っていらっしゃるんですか？僕はそうですね、大体どこのお店でもお会いするサービスを提供する前にカウンセリングというのを行うんですけれど、はい、僕が所属するお店ではツイッター、今 X ですけれど、うん、そちらの DM で事前にやり取りができるんですね、うんうん、その上で例えば何て呼ばれたいですか、NG な行為は何ですかとか事前にある程度情報をいただけたりするので、初めましてであってもおそらくある程度知った状態でお出迎えすることができると思うんですね、うん、で、とはいっても初対面には変わりはないので、その方の抱える悩みだったりとか今直面していらっしゃる問題事だったりっていうのを引き出すことは難しいと思うんですけれど、特に女性的な面がある程度理解はできるっていうところが強みでもあると思うので、うん、より女性に寄り添ってそういったところを引き出していけたらいいかなと思います。これ聞いてるリスナーの方やっぱ男性が多いんですけど、俺もそれ習いてって思ってらっしゃる方も多いんじゃないかと思うんですが、うん、これを聞いてくださっている主には男性リスナーになるのかな、ゆずきさんから一言何かいただけないでしょうか。はい、女性には必要以上に優しくしろですかね、うんその優しいがね多分ね世の中の男性分かんないんですよ、はい、そうなんですよね小室さんがおっしゃると特に説得力があるんですけど、そうなんですよ、そう僕も分かります、ゆずきさんが思う優しさって何ですか？本当にさっき言った寄り添うっていうことかなと思ってて、うん、ね、離婚してる僕が言うのもあれなんですけど、いや離婚してるからこそ分かる話もあるじゃないですか、自分で言ったそうですね、確かに確かに、はい、実体験をもとにして言うと分かってるつもりでいても実は分かってない部分とかあなたに見せてない一面ってきっと女性は一つや二つあるんだろうなっていうところを、前提として捉えていただくって言ったらちょっと失礼かもしれないですけれど、分かった気になって接してしまうと分かった気になってね、そうそうそうちょっと意見の食い違いだったりとかすれ違いっていうのが生まれてしまうと思うので、はい、いや俺はまだまだだと、まだまだ知らなきゃいけない部分があるんだぞと謙虚に言ってほしいっていう意味でそういう言葉ですね選びました。聞いたかリスナー諸君、聞いたかありがとうございます。それでは、はい、最後に、ゆずきさんの方からご自身の PR、 そしてなんかインターネット検索等々あったらぜひ教えてください。はい、ありがとうございます。今僕は名古屋で活動をしております。諸事情でお店の名前は挙げられませんので、検索欄で、名古屋、優しい月ゆずきと検索してみてください。それでプロフィールページがおそらく出てくると思うので、僕のプロフィール見ていただくとともに、そのページにツイッター X のアカウントも載っておりますので、プロフィールページにある写メ日記とは別の僕の一言だったり発信だったりが載っておりますので、ぜひそちらも
見ていただければと思います。よろしくお願いします。インターネット検索は名古屋ゆずき優しい月ですね、はい、そうです。はい、ありがとうございました。10月からのご活躍を期待してます。はい、ありがとうございます。頑張ります今週の素敵なゲスト、名古屋の男性セラピストゆずきさんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ゆずきさん、実際に私もお会いさせていただいたんですよね。名古屋で開催したセミナーにご参加いただいて、でその時はまだこう男性セラピストのお話はされてなかったんですけれども、別でまたオンラインでお話しさせていただいた時に、いや実はというお話をいただいて、その時はね、対面で会った時は他の方もいらっしゃったんで、まあね、なかなか皆さんの前で大手を振って話すこと、まだ難しいかもしれないですよね。誰がどんな反応をされるのかってわからないし、その中でもこのお仕事にチャレンジしてみようと思われたゆずきさんのそのお気持ちは、私は最大限尊重したいし応援したいし、ゆずきさんのおかげできっとどこかの誰かの女性がね、救われることが多くなるんじゃないかなって思いました。こんなご時世ですから、男性用〇〇があるのであれば女性用〇〇があったっておかしくないですよね。そういうところからも男女格差がなくなり、そして本当の男女平等が作られていく、そのきっかけ作りの一つがこういう性の世界でも、今まで男性のものだけだと思われていた風俗が女性も受けられるサービスの一つであるっていうのは、すごく前向きな考え方だなって私は思いました。さてそのゆずきさんなんですが、なんとこの夜サプリファミリーの一員になることが決まりました。10月から毎月3週目のミニコーナーをゆずきさんにご担当いただくことになりました。ゆずきさんが男性セラピストとして成長していく姿をこの番組でも追いかけたいと思います。こちらもぜひ楽しみにしていてください。もっと探偵を身近に、安心と信頼の探偵事務所 MJ リサーチ。浮気調査から人探しまで、ベテラン探偵の高い調査力をあなたに。詳しくは MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube からお願いします。熊本三大名物いきなり団子、さつまいもとあんこの素朴な甘さが愛されている熊本伝統のおやつです。七尾庵では5種類の味が楽しめます。飾らない素朴な味わいをお楽しみください。七尾庵で検索。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏。8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、合同心理学、 USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。 USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺。境内を覆う大楠と凪の木は恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。 USP プロファイラーの下谷光三とゴルファーズプロフェッサーの石渡俊彦がお送りするゴルファーズプロファイリング。この番組はゴルファーに自分らしく一生涯ゴルフを楽しんでいただくためのサポートを目的としたプロファイリング番組です。毎週日曜 AM11 時からFM ギリワンで放送中です。お聞きください。踊れ踊れ私の占いサブリ。
占い講座が全国で大人気。占い癒し処ヤクモアンオーナー萩原ヤクモ先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ、今週も12星座で占っていきます。秋の連休にしたいこと、それではセクシーに参ります。おひつじ座、連休はあなたとプールでゆっくり泳ぎたいわ。夏の終わり、ぴったりとした水着に興奮しないでね。おうし座、硬くなっている体をゆるゆるにしないと。ヨガのポーズ覗き込まないでね。双子座、お昼間はお馬さんと楽しい乗馬しない？夜のお馬さんごっこも状況プレイしてあげる。ガニ座、ボルダリングはどうかしら？硬い突起物をつかんで気持ちよく登り詰めてみちゃう？獅子座、ラグビー日本代表の試合が見たいわ。私たちもベッドの上でスクラム組みましょうよ。乙女座、感動的なドラマを見ると楽しそうよ。二人で恋のささやきを真似したいわ。天秤座、女性にもウェアが良くなったゴルフが大人気ね。ベッドの上でホールインワン目指してみてね。サソリ座、二人で手漕ぎボートを乗ってみない？池の真ん中に行ったらキスしてみる？いて座、いい匂いのマッサージオイルを買いに行きましょう。お互いにマッサージし合いっこで手がぬるぬるっとしちゃうかも。ヤギ座、お天気がいいからテニスを楽しみましょう。夜のスマッシュも決めてみせてね。水亀座、二人乗りのサップボートが人気らしいわ。いつまでも一緒にあなたと自然とも戯れていたいの。魚座、連休にお出かけしたらぐったりしちゃうわね。疲れた足につま先からじっくりと電気マッサージャーでほぐしてね。占い癒し処ヤクモアンオーナー萩原ヤクモ先生の鑑定にご興味のある方は、占いタロットヤクモ漢数字の8に空の雲と検索をしてみてください。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ、今週もご視聴ありがとうございました。あなたにいてほしいから、大きな声じゃ言えないけれど、これからも私らしく、ああ私からあなたに